今日もパトカーから始まる一日となりました。今日は、パトカーの後ろについて秋葉の、知り合い社長のところに行ってから御徒町の知り合いの社長に行くとバイクで突撃訪問になります。昨日は
んでやってるやん。これかこれこれ。あれあれ。楽しい。もういい。オッケー。ちゃんとしてる。あ、今日だけ？たまたま？あらららら、それはそれは。すげえ。え、免許持ってる？免許一応持ってるけど、18歳の時から運転してる。あ、じゃあ練習しよう。いやいや、怖い怖い怖い。こんなん何もするんすか？いや、それは不自由ない。今日は営業しに来ました。どうぞどうぞどうぞ。いや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 、すごくないですかこれ。いいっしょ。こだわってますね。行こう行こう、ツーリング。いやいやいや、なんかこう北海道の何にもないところを走りたいなと思うんです。あー、確かに確かに確かに。そんな走りなんか、それゆっくりもうゲンチャリ抜かれるから。いやいやいや、あの音では抜かれる。ゲンチャリ抜かれるで。あら、ちょっと宣伝しとこうか。動画でどれ？うちの会社はこれなんですけど、これ、うん、親父の会社がこのブルタンですよ。宅配ですか？宣伝しとこう。何の宣伝？100万人、100万ぐらい言うやろから。こんにちは。ロッカーの、マーちゃんとかもついてる。あ、ついてる。俺のとこついてるもん。こういう形になってるから、いいかな、こういう感じ。はいはいはい。店員さんの外側コーナーで、こうやって、中に入れて。うわ、びっくりした。俺とも入れてやる。そんなの。びっくりした、今。さすが。それが親父の会社で。そっちも自分見てるんですけど。すごっ。シェアハウスの、今シェアハウスやってるんですけど、うん、シェアハウスの、あれ、ひょっとしてすごいお金持ち？そんなことないっす。何を言って、ひょっとしてボンボンでお金持ってたらそれ好きなの。いや、お金持ってない。こんにちは。こんにちは。こんにちは、失礼します。
PCR 検査を受けに行きます。そして陰性証明、今回無料のとこやからね。時間が間に合うか、ちょうどいい感じやな。いいね、サンセット。今日も綺麗な夕方です。48も絶好調だけど、若干エンジンかける時の鈍さが気になるとかね。毎回充電でいっぱいしてるのになんでやろうな。Yeah.